高岡町は2005年12月31日まで宮崎県の中部に存在していた町である。古くは軍役所が置かれ、出先機関も集まる東諸方地区の中心地であった。2006年1月1日、宮崎市に編入され、宮崎市の合併特例区となり、5年後の2011年には地域自治区に移行した。 町の中央を東西に大淀川が流れている。平地部は主に大淀川沿いにあり、それを挟むように全体的に低めの山地が広がっている。同地域は、古くは、被殺両名と呼ばれ、日向、伊東市の伊東四十八条の一つうち、山城があった。その後薩摩の島津市支配下となり、同市が1600年の関ヶ原の戦いに敗れて、以降、 当地域は、勢力圏東辺部防衛の要衝として重視され、内山城を天が城と解消して、麓に、廃下の物資734度を移住させた。これ以後、薩摩街情勢における、高岡号として発展することとなった。高岡の麓地区には、現在も、武家屋敷の門や石垣など、当時の街並みが残されている。機関は農業である。特にみかん。 キュウリの生産が目立つ。保育園、幼稚園、小学校、中学校町内を鉄道路線は走っていない。最寄り駅は JR 九州日報本線宮崎駅、または南宮崎駅。南宮崎駅向かいの都をシティバスセンターから宮崎交通バス宮林線が毎時1本程度、道庁までの区間便も毎時1本程度と合わせて、 毎時2本程度運行されている。ありがとうございます。